最近はちょっと、時計やってなかったので、今日はやってみたいと思うんですけれども、結構、ね、5年後、10年後っていう視点で、集めてる時計もあるんですね。で、今日はちょっとクロノグラフじゃなくて、ちょっとロレックスについてやってみます。で、僕が思うには、5年後、10年後を考えたときに、スポーツモデルはもちろん値段は上がるんでしょうけれども、結構、値段も高いですから、昔から持ってる時計に関しては全然問題ないと思うんですけれども、ヴィンテージモデルですね。現行モデルはやってないので、ヴィンテージモデルに関して話しますけれども。でですね、セミスポーツモデルっていうふうに、ちょっと名前を付けてみたんですけれども、スポーツモデルとまではいかないけど、レギュラーモデルとは違って、ちょっと将来的にですね、スポーツモデル的な目で見ると、今よりも値段が上がるんじゃないかなっていうモデル。